日ごとの糧、2024年2月22日。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って見舞いに進み出よう。詩編百編二節。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て、身を刈り取ることになります。ガラテヤの信徒への手紙、6章9節。たゆまず善を行いましょう、とパウロは書きました。詩編の作者は、喜び祝い主に仕えと書いています。喜びと共に生きる姿勢、喜びを持って神様に仕え、他者にも関わっていくことこそ善の一つの基本的な姿勢なのだと思います。これ決してそのいわゆるその無理強いとか義務感とかそういうものではない、喜び祝う、喜びながらという姿勢は大事ですね。神様に愛され生かされていることへの喜びがあふれ出て、奉仕や礼拝に進んでいくとき、あるいは同時に他者に対する優しさにもつながっていくんだと思うんですけどね。しかもここではその「たゆまず善を行いましょう」とありますから、継続的にノンストップで礼拝者としての喜びを保ち、生かされていることや愛されていることへの喜びを味わいながら、自らに注がれている愛を土台に他者に対しても愛を分かち合っていくということになりますね。こういう生き方の中には、その見栄とか傲慢というのは表明されずに、極めて自然な穏やかな生き方がこう際立ってくるような気がしますね。憧れますね。今日も良い一日になりますように。する
ることを知ること、それが幸せ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 。